今回は素肌を美しく見せるパーソナルカラー別アイブロウの選び方をメイク&カラーコンサルタントのあやぬさんにお聞きしたいと思います。あやぬさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では最初に簡単に自己紹介をしていただければと思います。はい、改めましてメイク&カラーコンサルタントのあやぬと申します。普段は、パーソナルカラー診断やメイクレッスン、あとは学校のパーソナルカラー講師などを務めておりまして、自分では美容情報について SNS にて、インスタグラム、ブログ等で発信をしております。よろしくお願いします。はい、眉毛 のカラー選びとかに悩んでいる方が多いなっていうのを、アンケートとかで感じているんですが、パーソナルカラーでアイブロウを選ぶことの大切さみたいなところをちょっと教えていただいてもいいですか。はい、パーソナルカラーというものはですね、そもそも人の肌や髪や目の色に最も調和してその人を美しく見せてくれる色のことを指します。でやはりですね、肌や髪や目の色に合わせたアイブロウを選ぶことによってしっかりとこう溶け込み合って肌を美しく見せることができますので、自分の肌、髪、目に似合うアイブロウ選びというものはとてもこう素肌をきれいに見せる上で大事な要素となっているかと思います。ありがとうございます。はい、では早速、パーソナルカラー別におすすめのアイブロウと、あと色の選び方のポイントなどを教えていただければと思います。はい、パーソナルカラーというものはですね、大きく分けると4つ種類がありまして、スプリング、サマー、オータム、ウィンターというふうに分かれております。でまずご紹介していきたいのがスプリングタイプとオータムタイプの方に、おすすめしたいアイブロウなんですけれども、まず、スプリングタイプとオータムタイプの方の共通点は黄みですね。こちらが、ルナソルスタイリングアイゾーンコンパクト01番のナチュラルブラウンという色になっております。スプリングタイプとオータムタイプの方というのは基本的に黄みがかったカラーが得意なんですけれども、その中でもスプリングタイプの方は明るく黄みがかった色が得意です。で、オータムタイプの方というのは濃く黄みがかった色が得意ですので、スプリングタイプの方でしたら、こちらのルナソルの、パレットですと明るくてこう温かい前半の 3,4 色を使うと非常にアイブロウメイクが綺麗になります。で、中間から濃いものを使うとオータムタイプの方は比較的、肌髪目と調和しやすいアイブロウを作ることができます。一方でこうサマータイプの方とウィンタータイプの方というのは基本的にブルーベースの、タイプですので、冷たさを感じるそこまで黄みの強くないものを選ぶのがおすすめです。おすすめですと例えばこちらですね、ローラ・ミルシエの、ポマード&パウダーブローデュオというアッシュ系のアイブロウデュオなんですけれども、こちらはですね、全体的にこう黄みも少なくて非常に使いやすいアイブロウパレットとなっております。アッシュがこう強くて明るめなのでサマータイプの方におすすめです。でウィンタータイプの方ですとこちらですね、エレガンスの、パーフェクトブローパウダー WN50 というものがですね、ワインカラーでして非常にこう黄みが少ないブラウンなんですけれども、眉毛への溶け込みが良くてウィンタータイプの方でも非常に使いやすいアイブロウパウダーとなっております。このようにスプリングタイプ、オータムタイプの方は温かさのある色を取り入れてあげた方が、肌、髪、目とも調和しますし、一方でこうサマータイプの方とウィンタータイプの方というのは黄み少なめのブラウンだったりとか、あとはこうアッシュ系だったりちょっとこうワイン系、ボルドー系を選んであげると肌への溶け込みがいいアイブロウとなります。で肌も美しく見せることができます。でアイブロウマスカラも基本的にはスプリングタイプ、オータムタイプ、サマータイプ、ウィンタータイプで色を分けてあげた方が馴染みが良くなるんですけれども、例えば、ボビー・ブラウンさんの中から、選んでいきますね。まずスプリングタイプの方はですね、05番のオーバーンという色がおすすめです。このように、明るく黄みがかった色となっておりまして、明るめの髪色にも調和しやすいカラーとなっております。でオータムタイプの方はですね、06のリッチブラウンというスプリングよりも少しこう濃く黄みがかったカラーとなっております。なんとなくこう違いわかるかなと思うんですけれども、スプリングの方は比較的、明るめから中間くらいの色味が得意で、オータムタイプの方というのは、中間から濃いめくらいの色味が得意とされています。続いてブルーベースのサマーとウィンターのタイプの方におすすめの、アイブロウをご紹介します。サマータイプの方はですね、明るく青みがかったカラーが得意です。
で眉マスカラに関しても、このようなこうグレーっぽい、うん、赤めのグレーぐらいのお色味の方が馴染みやすい色となっています。でウィンタータイプの方というのはちょっとこうサマータイプの方よりも濃いめのこうグレーですねが比較的相性がいいとされています。で、まあ、あくまでも今回は、スプリングタイプ、オータムタイプ、サマータイプ、ウィンタータイプの方の肌、髪、目の色と調和するものを選んだんですけれども、もともと髪の色を染めていたりですとか、まあ、カラーコンタクトをされている方なんかはぜひカラーコンタクトや、髪の毛の色に眉毛を合わせてあげた方が調和するので、もしですね、いつもカラーコンタクトやカラーリングによって、普段の髪色だったりとか目の色とは違う方に関しては髪や瞳の色に調和するアイブロウを選んであげた方が、馴染みは良くなります。ただまあパーソナルカラーという観点は、本当の肌の色と髪の色と目の色で見ていきますので、最も調和するっていうところで言うと今ご紹介した4つのカラーがおすすめとなっております。あやねさん、ありがとうございました。すごく勉強になりましたありがとうございます。なんかこういう色で自分の見せ方を変えるというのが、うん、すごく分かりやすくまとまっている本が、うんうん、あやねさん出たんですよね。はい、そうですね、昨年の12月に顔型とカラー診断で自分が一番綺麗に見えるメイクが分かる本というものを出版しました。こちらはですね、自分の、顔の形の特徴とあとはカラーを組み合わせたメイク本となっておりますので、まあ、自分のこう特徴だったりとか魅力を新しくまた発見して、まあ、自分に似合う色だったりとかメイクを知ることのできる本となっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。あやねさん、ありがとうございました。ありがとうございました。